こんにちは。あ、こんにちは。はい、久しぶりです。はい、久しぶりです。はい、皆さん、こんにちは。多分前回のビデオで紹介したと思うんですけど、三浦先生ですね。あ、三浦さん。はい、私多分みんな知ってるからもう紹介しなくていいです。で、前回の続きなんですけど、まあ多分結構長くベトナムに住んでいて、はい、異文化とか結構いろいろ体験したと思うんですけど、今日またその点について、その内容についてもう少しいろいろ教えてもらえますか？あ、はい、わかりました。はい、まあ、異文化というか、そのびっくりしたことなんかありましたか？びっくりしたことですね。あの、まずベトナム初めて来た時に、はい、あのスーパーで買い物をしたんですよね。買い物、その時にレジに並んでたんですけど、なんかずっとなんかみんなに割り込みされて、私がなんで私の持ってたんですよ、物を、これを買いたい、でも全然店の人会計してくれなくて、見えなかったんですか？いや、見えてたと思うんですけど、うん、何が私が間違ってるのかが分からなくて、うんうんうん、で初めてその1年目ぐらいの時は、はい、なかなか会計ができなかったんですよ。あ、日本だったら絶対それありえないんですよね。ありえないんですよね、うん、で私は気づいたんですよね、うん、何が私間違ってるのか、はい、よくベトナムの方々を見ているとレジに物を置いた人が、あの、なんか勝ちみたいな感じ。ああ、やっぱそうですよねで、あともう一つが、なんかあのお金をこう店の人にこう出しながらこう商品見せると結構早く会計してもらいやすい、うん、あと結構たくさん MMA とかなんか言うと結構会計早くしてもらえたりしますね。そうですね、その現実は、はい、やっぱり私もそうでした。そう、あ、日本から帰ってきて、だからその日本の並ぶ文化慣れてしまったから、でちょっとこう気を使って待ってるのに、でも後ろの人がどん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 割り込んで、先に商品を置くんですね。だから店の人が多分私のことは気づいてないから、こうずっとその後ろの人割り込んだ人先に会計をしてあげたんですよ。だからちょっと気持ち悪いなと、なんかイライラはしましたけど、うん、まあ今ちょっと慣れましたけど、うん、今も結構並ぶのは、うん、結構怖い、うん、ああちょっと割り込みされたらちょっとどうしようかなとか、うんうんうん、結構これ多分日本人の方が、うん、多分いつも結構みんな並ぶのが怖いと、そうそうそう、あんまり並びたくないと思います、うんうん、あの、まあ、3年目ぐらいですかね、私は結構もう強くなって、うん、並び方も結構気をつけるようになって、うん、あのなんか割り込みされそうな時に、うん、ちょっとなんかこう私ちょっと割り込みできないように立って、うんうん、でなんかその割り込みする人はそれでも入ってきて物を置くんですよね、うん、私が置いてたものをどかして自分の物を置いて、うん、怖いですよねでなんかその人がおい会計しろみたいな感じ言うんですよ、うんうん、でも言うんですよ、でも私は私のものをこうまたここに戻します、うん、汚してすいません私の会計してください、うんうん、で言ったら会計してくれます。やっぱりそれをしないとずっと気を使うと店の人は全然気づいてくれないんですよね。あまり気づいてくれないことが多いので、うん、なので私は主張、うん、たくさん主張をして、うん、あの早くそのしっかり、うん、その並んだ順番で会計してもらえるように、うん、なりました、うん、強くなった。じゃあスタッフの皆さんちょっと気をつけてくださいこう丁寧に並んでくれる人やっぱりこう気をつかないといけないんですよね。そうですね、うん、日本だと例えば店で会計で並ぶじゃないですか、うんうん、例えば割り込みした人にすごい日本人厳しいんですよね、うんうん、結構いつも公平平等公平にやるっていうことをすごい厳しいんで日本が、うんうんうん、ちょっとこれ許してあげるとか、うん、そういうのあんまりないんですよね。ないんですね。なので
割り込んだ時は日本人はめちゃくちゃ怒って喧嘩になること、うん、多分可能性が高いと思います、はい、そして店の方から必ず注意されます。なんで本当に日本では本当に並ぶ時は気をつけた、はい、もうしっかり列、うん、あどこで並んでるって見て、あこれ並ぶしっかり見てから並んで会計した方がいいですね、うん、トラブルが起きにくいです日本で。そうですね、はい、じゃあこれから日本へ行く留学生と実習生の皆さん、これを気をつけましょう。並ぶ文化は日本の文化なので、あとベトナムにいる人、結構これから並ぶ文化を作りましょう。あ、そうですね、国はどんどん発展していくので。そうですね、ただ私も最近並ぶ、ちゃんと並ぶ人本当に増えてきてます、うん、ベトナムでも。でそれが本当にいいなって、うんうんうん、思って、この国がすごいどん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 発展してて、いろいろなものが変わっていってるので、すごい面白いなと思います。はい、